さて週末は秋にちなんで芸術や音楽のイベントが目白押しです。札幌市の宮の森美術館ではフランスで活躍する画家のギヨム・ボダジさんの展覧会が開かれています。ホープと名付けられたこの展覧会はフランスを中心に活躍する画家のギヨム・ボダジさんが東日本大震災で被災した日本に希望を持ってほしいという思いのもと開催され、会場には17点の作品が展示されています。またギヨムさんは多くの人にメッセージを届けたいと美術館の外壁に巨大な絵画を制作しています。 When the museum renewed, they asked me to think we need to support the victim of earthquake and tsunami of March 2011. この壁画は11月13日完成予定で、室内の作品は11月27日まで鑑賞することができます。また入場料の一部は東日本大震災の義援金として寄付されるということです。